どうも皆さんこんにちは、僕です。ということで今回はですね、リージョンを使ってガスヘブンで遊んでいきたいと思います。ということで公式さんのツイッターの方から発表された4月25日の2周年イベントのね、情報が多分今日からね、どんどん出ていくと思うんですけども、まあ僕らね、一応僕公認新人実況者の方やらせてもらってるんですけども自慢じゃないよ。まあやらせて、まあやってるんですけど、まあみんなよりね、ちょっと情報が早めに出るわけなんですよ。1週間ぐらい。まあ、公認だから。うざくないからな、これ。まあ出るわけなんですけども、今回はちょっとね、先にね、2周年の情報を発表できるということで、公式さんの方から OK をもらったので、まあ何が来るかっていうのをね、一つ皆さんにお教えしたいと思います。まあね、サムネとタイトルにもなってると思うんですけども、2周年一発目、新キラーはね、チャッキーの方が来ることが確定しております。まあね、本家の方でも、ここ最近チャッキーは出たんですけども、まあね、なんと、あ、ミスっちゃった。まあなんとね、こんな早く実装されると思ってませんでした。まあ個人的にはね、すごいエイリアンが来てほしいなとは思ってたんですけども、まあチャッキーということで、まあ結構ね、まあみんなのね、下馬評予想はですね、まあオリジナル系キラーが来るんじゃないかということで、まあ大体アンノーンが来るんじゃないかってみんな言われてたんですけども、まあまさかのね、ここでコラボ系キラーが来るということで、まあなかなかね、まあツイッターの方でなんか、チャッキーが、次チャッキーだよみたいなリークしてる人も多少いたんだけど、まあほんまにね、チャッキーが来るとは思いませんでした。まあでかい情報があるんですけども、そちらの方は、まあ、公式さんのね、まあ、お知らせを機に、どんどん出てくると思うんで、まあ、来週お楽しみにと、いった感じです。よし。いいね。みんなね、どういう、まあ、例えば、まあ、大体大型アップデートの時に来る内容といえば、大体マップだとか、まあ、キラーだとか、サバイバーだとか、イベントごと。あとは、まあ、パークとかの調整。まあ、不具合調整だったり。まあいろいろあると思うんですけども、みんなは一番何が来てほしい？まあそれはね、ちょっとコメント欄で聞きたいと思うんですけども。まあ僕はね、やっぱりね、マップ？やっぱマップって、今やっぱレリケンとか室内系マップ一つしかないし、結構ね、広めのマップとか、まあ結構、きついマップっていうのがいろいろあるんで、ある程度ね、まあキラーでも戦えるようなマップが来ると嬉しいんじゃないかなと思います。あとは、やっぱ環境調整かな。全く環境がパークとかで変わってないんで、まあある程度環境変われば、ちょっと面白いんじゃないかなと思います。さあ、巻いていこう。うまい。いいね。まあしっかり5連チャン、繋いでいこう。いや、マジで嬉しい。でも2周年。ついに来たかって感じやもんね。ほんまに嬉しい。さあ、最後、巻いていきましょう。に押ししてるね。さあ、一発入れたい。オッケー。結構早めに板倒してくれるから、ありがたいね。で、最後、レナートちゃんの方に、一発ぶち込みと。オッケー。いいね。よし。いや、もう来週が待ち遠しいよ。もう俺、アップデート来るたびにマジで早く来てくれってずっと思ってるから。まあ、確かね、1周年のアップデートはですね、アーティストとジョナ・バスケス。で、マップどこやったっけな。マップも確かね、発表されたよね。やった気がする、1周年は。前からね、まあそれぐらいのものが来るって思ってもええと思うな。さあさあさあ、つなげていくよ。つなげていきますよ。ほらよい。スプバを忘れずに。いい壁だね。うまい。狂乱の深手の壁をすることで、まあ次につなげ、られないっていうね。まあ、向こうのレナート狙いたいけど、まあ、いっか。近いし。繋げれんかった時がね、あれなんで。
さあ怒りのゴレンワンパン。オッケー。このリーソンのゴレンワンパン集作りたいな。めっちゃ気持ちいいだろうね。さあ釣っていく。いるね。お、今日、俺か。共鳴。唯一残ってた人か。オッケー。さあ釣っていきましょう。ワンチャンストライク？違うかったか。さあ残ってるジェネが、まあ、ここがちょっと回って、もうほんのちょっとだね。で向こう側にあって、奥側何一つ回ってなかったんで大丈夫でしょう。さあここ最近レナート全然見てないんでね、いそうな気もするけど、どうでしょう。ナイス救助。まあ即タッチしてたらまあしゃあないぐらいやな。その場ヒール、まあ狂乱があるんでね、全然大丈夫。てかまあ負傷なんでね、これでイラプションが多分ねレナート回してるんで入るはず。オッケー。あれ回せなかった。まあ、こっから全員飛び角なんでゆっくりやっていきましょう。残り2人を探せば勝てるね、安牌に。いやーマジでマジで楽しみだ。まあこれを機にねランクマ制限も無期限になってくれると嬉しいんだけど、まあ、てかそれが一番来てほしい感はある。向こう側にハッチがあるんでね。オッケー、いいね、いい揺さぶり方やった今のは。よし、ということで今回はですね、来週の25日に来る DVD モバイル2周年のねアップデート内容一つ目をね紹介していきました。まあ、よかったらね皆さん、チャッキーが来るについての意見やったり感想、もしくはねまだまだね2周年のイベント告知いっぱいありますので、まあ期待してることやったり、まあ直してほしいことやったり言ってくれたら、その都度その都度ね、運営さんに言っていくので、まあ、ぜひぜひね、コメント欄の方で発言してってください。ということで、この動画が面白ければ、高評価からチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、僕でした。バイバーイ。